不上式海底地震系事故不上式海底地震系は地震系の一種。海面から自由落下させ水深6000メートル程度まで設置することができる。2011年に発生した東北地方太平洋沖地震は日本海溝付近で発生した超巨大地震である。このように日本とその周辺では海域で 大きな地震が発生するが、その正体を明らかにするには、海底での地震観測が欠かせない。海底で地震観測を行うためには、地震計を収納し、水圧に耐える容器が必要であるとともに、得られたデータを地上まで送る手段が必要となる。リアルタイムでデータを送るには、地震計と地上局の間をケーブルで結ぶ必要があるが、 そのためには長いケーブルと大きな電力が必要となる。限られた期間の観測でリアルタイムでデータを得る必要がないときは自己浮上式海底地震計が必要となる。自己浮上式海底地震計を設置する際は作業船から投入する。地震計には課題と重り重りが取り付けられており海底まで沈んでいく。海底に届いた。 地震計は自動的に観測を開始し、データは容器内にある記録機に蓄えられる。最近では1年以上記録を蓄えることができるようになった。観測が終了すると地震計を回収するために戦場からある特定の音波を送信する。地震計はその音波を受信すると課題と重りを切り離し、浮力で上昇し海面を漂流する。 地震計は漂流している位置を教えるために電波を発射し、フラッシュライトを点滅する。その光や電波を頼りにヘリコプターや船で探し回り、回収を行う。自己浮上式海底地震計は設置するコストが安いことから、数多くの地震計を同時に設置し、観測を行うことができ、地震活動を詳細に把握するのに貢献している。 海底での地震観測を進めていくことは、海域で発生する巨大地震の正体を明らかにするために重要で、今後も自己浮上式海底地震系の活躍が期待されている。ありがとうございます。